に頭の部分には油がたくさん入っております。はい、そしてですね、スワイルカ、イルカやクジラの仲間たちは、はい、私たちと同じ哺乳類の動物ですので、エラではなく肺で呼吸をしております。私たちの鼻の穴は顔の真ん中にありますが、シロイルカたちの鼻の穴はどこにあるか知ってるよって人いますか？ ありがとうございます。はい、どこかな、触ってみて。そうです、ありがとうございます。なんと頭の上に鼻の穴があります。で、次来たらちょっと見せてもらいましょう。で、バンドイルカ、隣のね、イルカも、このシロイルカも、なんと頭の上に鼻の穴があります。で、私たち顔の真ん中にありますが、いちいちですね、顔を上げていたら疲れちゃいますよね。ですので、頭の上にあることでスムーズに呼吸することができるんです。ピア、ちょっと見てて。よいしょ。今ね、お兄さんが指しているところはちょっとくぼみがあるの分かりますか？で、こちら今は閉じてますが、水面に行きますとしっかりと鼻の穴が開いて呼吸をするんです。食べ損ねましたね。そしてですね、隣に暮らしているバンドウイルカにはあるんですが、シロイルカだけにはないものが一つだけあるんです。ちょっとリーヤの体を見てみてください。何かわかりますか？よいしょ。いよいよ回ってますね。背中の部分に注目です。わかりました？ね、リーヤ目回っちゃうかな、大丈夫かな。 OK です。そうです、背中のヒレ、背びれがありません。つるっとしてますよね。氷があるような海で暮らしてますので、呼吸する際に背びれがあると引っかかってしまうんです。ですので、この背びれなくなっていたと言われております。ですので、この背びれがないことと、体がとってもね、柔らかくて真っ白なことが、シロイルカたちの大きな特徴です。それではリーアが食べてる餌、紹介していきましょう。まず1つ目、アジです。小さいですが、水族館の生き物、多くのね、魚たち、生き物たちがこのアジ食べております。そして2つ目、ちょっと細長いですかね。お兄さん見せてください。細長いです。これサンマです。サンマです、ね、油がとってもいっぱい乗ってる魚です。私も大好きです。はい、そして3つ目、よいしょよいしょ、出せるかしら。よいしょ、出ました。何かわかりますか？見えます？ごめんなさい。これホッケです。ね、日本物で見ることあんまりないかなと思いますが、ホッケ。で、今日はお兄さん持ってませんが、サバなんかも当館ではあげております。先ほどね、見ていただいた餌、生きてる餌ではなかったですよね。一度冷凍したものを解凍してあげているんですが、いくつかの理由があります。まず1つ目は、海から取った時にそのままの鮮度であげたいので、すぐに冷凍してしまいます。すごいね、お兄さんね、目立ちたがり屋の、ありがとうございます。そして2つ目は、魚に虫がついていたらお腹に虫が入ってしまいますよね。虫を食べてしまうことになりますので、一度冷凍して虫を落としてから動物たちにあげております。ただこの魚たち、解凍する際にデメリットもあるんです。例えばビタミンがちょっと流れてしまったり、あとは水分がちょっと出てってしまったりするんです。ですので、そういった時には必要に応じてビタミン剤を詰めてあげたりとか、あとは私たちはお茶やジュース飲みながら水分補給できますが、動物たちはこの魚から取る水分が全てです。ですので、お水あげたいなって時には針でお水を入れた魚をあげたりとか、あとはもっともっといっぱいあげたいなって時には、いちいち入れてるの大変なので、ちょっと練習が必要なのですが、必要に応じては口からホースを入れて直接胃にお水を入れてあげることもあるんです、ね、お腹びっくりしてしまいますので、ちょっとあったかめのぬるま湯程度のものをあげたりもします。で、こちらね、ただのお湯をあげるよりも、皆様一度は飲んだことがあると思います、ポカリスエット、こちらあげた方が吸収がいいんです。ですので、そういったものをあげていることもありました。今リアでお出かけしてしまってますが、それではシロイルカの餌についてクイズ、最後にクイズを出していこうと思うんですが、今来てくれたリア、毎日毎日たくさんの餌を食べて暮らしております。では皆さんが
毎日使っているお茶碗に例えると一日にどれくらい食べてるかちょっと考えてみてください。いくつか選択肢を用意しました。じゃじゃん。はい、ではまず一つ目ですね。リーヤが一日食べてる餌の量、お茶碗に例えると1番30杯、2番50杯、最後3番100杯です。ちょっとね、よかったらこれじゃないかなって思うもの手を挙げてみてください。それでは1番30杯かなって思う方いますか？少ないですね。ありがとうございます。で2番50杯かなって思う方、ありがとうございます。3番100杯かなって思う方、いっぱいいます。ありがとうございます。じゃあちょっとリーヤ来てくれたので聞いてみましょう。じゃあリーヤ、1日30杯食べてるかな、教えて。違う違う、そんなんじゃお腹いっぱいになりません。違うみたいです。では2つ目、じゃあ50杯ぐらい食べてるかな。違うよ、50杯じゃ足りないよ。違うみたいです。じゃあ残された選択肢最後の1つ、じゃあ100杯食べてるの。そうなんだよ、100杯食べてるんだよ。あー、もう読みました。最後ちょっと首はい、縦にしっかりと振ってくれました。ありがとうございます。そうなんです。で、リーヤなんとですね、1日に100杯分ぐらい食べてるんです。で、この中に皆さんね、100杯毎日食べてますって方ちょっといないかと思いますが、そうなんです。リーヤたち100杯と言いましたが、こちらですね、重さに例えると15キロから20キロぐらいですね。時期によっても変わりますが、こちらの多くの魚を食べているんです。ですので体調に応じて、先ほどね4種類3種類ほどの餌見せましたけれども、もっと脂取りたい時にはサンマをあげたりなんかもします。それでは最後にですね、リーヤからのプレゼントありますので、ちょっと皆さんカメラ閉まってますが、最後にね準備してぜひお待ちください。ありがとうございます。こちらですね、お兄さんも言ってあります。しっかりと取ってくださいねと言っておりますよ。ありがとうございます。はい、ピースありがとうございます。はい、このね、2頭の白イルカですが、メスの白イルカと言いましたが、推定にはなりますが、現在12歳ぐらいの若い白イルカと言われております。で、八景島で10年ほど暮らしておりまして、昨年の春に海がたいの方にやってきてくれました。ですのでね、2頭で10年ほど仲良くね、ずっと暮らしてきた白イルカですのでね、これからも2頭で頑張っていただきたいと思います。それではね、最後来てくれるかしら。さあ、今の体表白い色をしているんですけども、最後にね、白イルカの赤ちゃんの頃についてお話ししたいと思います。なんとですね、白イルカたちは生まれた頃白くありません。はい、なんとですね、灰色のちょっと濁ったような色をして生まれてきまして、ちょうど私なんかの持っているマイクのようなね、ちょっと濃いめの灰色で生まれてきます。大人になりますと氷があるような海で暮らすんですが、生まれる場所がとても砂と砂が混ざった、舞い上がったような濁ったところで生まれてきますので、敵から身を守るためにこういった灰色で子供を産むんです。じゃあ灰色から白にどうやって変わっていくのかと言いますと、なんとですね、脱皮をするんです。はい、ただヘビみたいにズル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 抜けるわけではなくて、私たち、ちょっとお待ちくださいって言いますね。ちょっと待って、はい、大丈夫ですよ。はい、何でしたっけ、そうです、ズル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 抜けるわけではなくて、人間も私たちも日焼けするとポロポロ抜けてくると思います。そういった要領で白イルカも長い時間かけて灰色がどん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 落ちてきて真っ白になっていくんです。で、当館ですと僧侶、大きい方のね、僧侶の方が白い体色をしておりまして、若干ですがリーヤの方がちょっと灰色がかかっております。例えばですね、頭の上のところとか、あとは胸びれのところ、あとは尾びれのところがまだ若干灰色がかかっております。ぜひこちらのイベント終わった時、あとはリーヤ近くに来てくれたら、そういったところも見てみてください。それではやっとやってきてくれました。それでは一発ですよ、一回だけリーヤからのチュー、耳がチューもう一回行こう、耳の匂いかかってたから、よいしょ、チュー、リーザリーザ、
してあげてください。しっかりとね、撮れました。ありがとうございます。はい、皆さん撮れましたかね。はい、ありがとうございます。それではね、午前中はリーはとってもマイペース発揮してしまいましたが、今回はしっかりと頑張ってくれました。リーはね、くる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 しております。ありがとうございます。もう帰ってくれるみたいですね。よいしょ、できるかな、どうかな、行ってくれました。ありがとうございます。短いね、お兄さんとも仲良しでやっております。白ゆかですが、とてもね、実は繊細な生き物なんです。ちょっとのことでね、びっくりしてしまったりもしますが、毎日毎日お兄さんからの、お兄さんとの練習を積んだことによりまして、こんなね、顔を近づけることもできました。それではですね、皆様、短いお時間ではありましたが、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。この後もお二人どうぞごゆっくりお願いください。それではお兄さん、バイバイ。ありがとうございます。お兄さんのね、フォトタイムがあるみたいなので、もしかしたらリーヤがやってきてくれるかもしれませんが、ね、もしよかったらお時間あるお客様はぜひ写真撮っててください。それではね、お付き合いいただきましてありがとうございました。